止めないようにコインでやってうーっと言っておきましょう。はい、右手を前に出してぐるっとお尻、ももお尻、タンク、右後ろ、右で、で、ユーザーを回収します。これで見つかれば、どちらでもいいので加えてください。見つからなければ左手を反らしてホースが2本ありますので、それで加え直します。加え直したらレギュレーター、レギュレーターリカバリー、レギュレークリアをやっていきます。呼吸が残っていれば、無理だったらパージョーターを押してクリアをしてください。で、レギュレーター呼吸を再開していきましょう。はい、アームスイープ法についての手順は以上になります。2つ目のリーチ法についてです。はい、もう一度レギュレーターを加え直してください。で、吐いて、を離す。はい、タンクを左手でタンクを持ち上げて、右手を後ろに回してホースを掴みます。掴んだホースを加え直して、呼吸が残っていれば、残ってなければパージボタンを押してください。レギュレーター呼吸を再開してください。はい、アームスイープ法とリーチ法について、手順が分かったと思いますが、何かご質問はありますか？はい、OK ですか？じゃあ、実際に水中に入って、やっていきたいと思います。水中に入ったら、ピンピボットを押して、中性浮力で待って2人とも OK であれば、1人ずつスピンの練習をしていきます。まず、けいこさんが1番目にやっていきますので、その時にひろしさんは待っていてください。待っている時には、杉田ダイブマスターと一緒に中性浮力の練習をしていきましょう。1個目のアームスイープ法と2個目のリーチ法が終わったら、交換を交換して、ひろしさんにスキルの練習をしていただきます。けいこさんは、杉田インストラクターと中性浮力の練習をしてください。よろしいですか？よろしいですか？じゃあやっていきたいと思います。じゃあレギュレーターに加え直してください。